この選手の衣装はね、マスクで滑ってたんですけど、面白かったですね。あのコミカルでしたよ。うん。あ、手袋もなんか顔になってるんですね。なるほど、こういう感じだったんだ。フィンランドの選手はあの本当に北欧の、えー、感じがありましたよ。この選手、とても素敵でしたね。うん、黄金賞を僕はね、えー、今回贈りました。 アクア・マリンさん、ありがとうございます。アメリカは双方が信者を避けて、えー、イタリア大会に移動したので、えー、ジョセフィーヌが先週からの連戦に、えー、ミヤカリンはチェコ大会4位だった子で、フリープログラム4回転等を2本入れてきます。でも、ルッツの回転がちと足りない、うん。フランス大会4位だったカルシェブ・えー、カルジェ・ジュブレは、 えー、ステファンフリ、えース系で一戦目よりも良かったですね、えー。スイスのサリナとリトアリアのダリラはロンバルディア杯にも出ていましたね。うん、そして田中ラミさんは、ね、名刀所属でジュニアグランプリ2年目ショートプログラム安藤ミキティフリースあなるほど田内くんの帯同で着てた、えー、女先生がキスクラにいましたよね。うん、やっぱり あの空見,先生空見さんの先生は、えー、帯同で来てたのがモンナ先生だったんですね、うんえー。えっと、アクアマリンさん、えー、どうもです。これは硬いクについてですが、素晴らしかったですね。解説のテッドが少し初期のユずるに似てると。 得点に首をかしげていたのは、エーニャスプリングスが82.94だったんで、80点超えが目標だったのかな、うーん、まあ、ちょっとね、あのー、点数が少しこう、まあ、出なかったかなっていう感じはするんですけど、ただ、他の選手に比べたら出てましたよね、うん、あとは PCS がちょっとね、あのー、低い感じでしょうかね、うん、こちらですね、うん。 はいえー、日本のライブル選手についてラトビア大会4位だったロバートはフリープログラムでトリプルアクセル日本構成で、えー、前回、あのー、196.67で点灯ありミンキはチェコ大会4位で209.59、えー、今回初戦のアメリカのウィリアムはパーソナルベスト204.60初戦のレフ、えー、これはイスラエルは パーソナルベスト192.11でイタリア大会への出場が決まっています。先週2位だった中国のユー・ドーンは奇跡的に、ね、2位でしたよね、本当。2戦目にエントリーされていないようでということですね。日本の選手にも十分ファイナルの可能性のチャンスがありますね。うん。だからもうフリースケーティングは本当大事ですね。うん、ユー・ドーンは奇跡的に銀でしたから、まあ、なんか出ればいい気がするんですけどね。 うん、NTS さんありがとうございます。お疲れ様です。えー、りんかちゃん NHK 杯イ員は嬉しいですが、できれば2戦みたいなんて、そう、僕もそう思いましたね。うん、NHK だけじゃなくて、もう1戦あってもいいかなと思うくらいで、えー、中井亜美ちゃんもジュニアグランプリでいい感じ。 なんとなく二人のスケートは似てるなと思っていて、えー、トリプルアクセルの飛び方やオイラージャンプやジャンプシークエンスを入れるあたりも日本だと珍しい。まあそうですね、確かに。うん。これ、こうもだから同じ先生だから関係あるのかもしれませんね。えー、ジャンプシークエンスは今年増えそうですが気がします。うん。まあ確かに三原舞ちゃんとか坂本選手の,あの神戸組はあんまやってないですし、えー、それから、あのー、 えー、木下アカデミー組もあんまやってませんからね。うん、えー。そしてジャンプ以外の様子でもきっちりレベルを取るところが2人の得点にもつながっている気がしますね。MF アカデミー、今年は勢いのある選手がとても多い。東京選手権優勝の江川マリアさんも FMF でしたよね。えー、男子も中田くん活躍中ですね。うん。そう、だからまあ、MF アカデミーがちょっとずつね、当、えー、格を表してるんですよ。うん。 えでは、このまま明日のね、えー、ジャパンオープンについてのお話も続けてやっていきたいと思います。えー、竹森猫さんどうもです。いよいよジャパンオープン。公式練習の様子を聞いているだけでワクワクしますね。うん。でもテレビ見れない。映らないけどね。アーカイブ配信はいつ見れるんだろうか。うん。YouTube でも見れませんかね。多分無理か。松井邦子さん、こんばんは。 カムさん、こんにちは。コメントの続きです。あ、こちらが先ですね。えー、シューマさん、イディア・マリニックに刺激を受けて、ジャパンオープンのフリーの曲け練習で、4回転をシューマさんも飛んで着氷を、えー、していました。だからこれがトリプルアクセル、ダブルアクセルってやつですね。だからそれをやるみたいですね。3A2A。コンビを模索していると考えると、どうか上がってました。ということですね。うん。 ね、だからまあ、いろいろそのオイラーからのジャンプとかもね、ちょっと気にしてます、僕は。三輪さん、こんばんは。ネットに昇馬くん予想。4回転ループ、サルコー、4回転トウ、トリプルトウ、トリプルアクセル、4回転フリップ、トリプルアクセル、ダブルアクセル、4回転トウ、シングルオイラー、トリプルフリップ、 うん、これ、最後フオイ、フリップつけますかね、うんえー。こちらではないかなと。ジャンプだけで約80点ちょいかな。スピン、ステップをさらに入れたら頑張って。うん、そうですね。だから 3A、2A にするのかどうか。あ、これだからしてますよね。うん、最後にオイラー、フリップ。これがつけられるかどうかでしょうかね。ミキミのさん、どうもです。 えー、マルニー選手、テレビ東京スポーツチャンネルで4回転アクセル含むジャンプ練習の動画が上がっていました。不安定なところもありましたが、えー、本番でどれだけ成功できるのか楽しみですね。うん、いやほんと気になりますね。アクセルジャンプはもう前成功したんで、いいとして,いいと,してというか、うん、そこも気になりますけど、それ以外6種類って言ってましたからね、ちょ,ちょっと衝撃なんですけどね。うん えー、前久保若実さん、昭さん、どうもです。カム君、こんばんは、埼玉に来てます、お、いよいよですね、東京は寒いがな、おまけに埼玉大雨、いよいよ明日です、テネル、どこが悪いんでしょうね、原因が分かんないのは、ちょっと、えー、メンタルの関係かもと懸念しています。でも、昔はテネルさんは紀平梨花さんに、えーあのー、なんで私が勝ちたいっていうふう,うな話を強く言ってましたんで。 うん。えー、代役は未来ちゃんだと、えー、新幹線の中で知りました。まさかトリプルアクセルやんのかな。 どうでしょうかねちょっとわかりませんね。最近の状況が全くわかんないので。そして渡辺凛香ちゃんの NHK アサイン、嬉しいです。ジンが生で見られます。うん。江戸時代の武家の娘のような、えー、キリッとした表情が好きです。えー、カブ君が言っていたように、千葉漏れちゃうほど、本当に姿勢がいいですよね。僕のお気に入りのタイプです。うん。いや、千葉選手、本当にジャンプの姿勢何回も言っちゃいますけど、美しいですね。 普通ね、あんな姿勢綺麗でジャンプ飛ぶのって難しいんですよね。うん。えー、美和さん、ありがとうございます。えー、こんにちは。今日は仕事でバタバタ。先,先ほど、いつりくんのワンワンも来ていましたよ。えー、すうまくんは今日中に行けばと、えー、家ではリラックス。お預かりのバムちゃんが小さい小さい。かわいい。 手洗い場所でお湯で洗ってもらっているのをしょうまくんが撮影なんだか赤ちゃんをお風呂に入れている時を思い出しました自分の子供の時の自分でゆっくりリラックスしたからしてに埼玉スーパーアリーナで 公式練習が始まっているようで、えー、マリニン君がジャンプの調子が良さそうなと。うん。ソヨマ君はマイペースで他の選手が頑張っていたら自分自然と追いかけて、えー、自分も頑張るタイプだからライバルがいた方が、えー、輝くタイプ、炎。うん。なかなかモチベーションを保つのが大,大変だと聞く世界。何、えー、かのドラマ、映画、確か有名なセリフ、追われるよりも追う方が強いんじゃと。 きっとやる気スイッチが入り、目の前の、えー、なおさら、うん、今季はこれからね、また試合でたくさん、えー、カメラマンにテレビにインタビューに振りを滑るのが皆様簡単なようで難しいか大変でもあり、ハラハラドキドキするんですよ。えー、試合はナムモンだからどうか、えー、明日が非常に楽しみです。えー、総合力や、えー、表現力、会場支配力。 また体力、またまた負けませんよと私は思います。えー、ゴー・ショーマ、ステファン先生もいます。えー、頑張るに違いない。ここで立ち回るような時間はない。えー、レディーステディーゴー、走りのけど私はバナータオルフリフリーゴーで、先ほど赤と黄色のショーマ、ラバーキーホルダーを受け取り、思ったより大きい、10センチくらいあるわと。うん。なんだか戦闘モード、私も来ましたよ。えー、ショーマくんも何か驚かせちゃい。 何かものすごい衣装だったらびっくり。衣装変わりますかね、そういえば衣装がね、そういえば、あのこの前、銀と白でしたけど、ね、それが変わってたらちょっと気になりますね。金とかなってたりしなってたら、ね、ちょっと気になっちゃうんですけどもね。うんえー、NTS さん、どうもです、えー。お疲れ様です。りんかちゃん、NHK 杯、は嬉しいですが、できあ、これさっき読みましたよね。そうそうそう、そんな感じで。えー、YM さん、どうもです。 私、明日、ジャパンオープンに行き予定です。うん。いや楽しんでくださいね。マリニン君のニュース読んで、おたおたしてしまったんですが、翔マ君のコメントを聞いて、さすが世界王者、ビビった昇進者の,の、えー、自分が恥ずかしくなりました。えー、そう、マリニン君は彼のやれることをやるんだから、翔マ君も自分のやれることをやるんですよね。そしてマリニン君を見て、ビビるんではなく、楽しみですという翔マ君の不敵な笑みを妄想して痺れました。うん。 そうですねまあそんな感じで逆にねあの挑戦をしていく立場みたいな感じ違うかチャレンジャーしチャャレンジャーな感じでやっていくんでしょうかね今期は、えー、マリリン君に指摘は受けたけれど怪我をしないことが最大の目標なんでいきなり必死に練習したりはしない無理と無茶は違うっておっしゃってたらしいですね 本当に冷静で地に足のついたコメント、えー。その通り、私たちファンは、ショーマー君に絶対に怪我をしないでほしいし、できる限り長く続けてほしい。いつまでも素敵な滑りを見せてほしい、えー。深夜に上がって、7、8年長く試合を休むような怪我に見舞われることがなく、ここまで頑張ってきてくれて、本当に感謝です。うんまあ、確かに、怪我の、怪我はしますけど、大きな怪我っていうのは少ないですよね。うん しょうまくんのステッドグッズもリスポートですよね。あそうなんですよね。少なくとも昨年まではリスポートだったと思います。 えー、既製品って言ってたような、でもこんなに合わないなら特注の方がいいんだよと思ってしまうほど、えー、素人です。さんどうですかいや、リスポートは日本の足には合いませんね、日本人の足には。えー、去年の靴が紙靴だったんで、一度それを見てしまったら、なかなかそこにはたどり着かないのかな。昭和君もだけど、橋口さん、頑張ってよろしくお願いします。うん、いや、リスポートはね、本当に、あのー、幅がね、狭いんですよね。 うん、ちょっとね、だからまあ、あの日本人の足には合わない、イタリア人とかに合うんですけど、だからそこがね、きついんですよ、きつきつになっちゃうんですよ、結構。